このチャンネルでは、PS4 を改造していろいろな形にしてきました。かれこれ5種類にもなるな。その多くを携帯型として名乗ってきたわけですが、ふと、思いました。これは本当に携帯型と言えるのでしょうか？確かに携帯型のゲーム機というと、こんな感じのを思い浮かべるよな。そこでディープ L 先生に聞いてみました。役が2パターンあるな。両方とも携帯型という意味ではありますが、このチャンネルで作っている携帯型 PS4 はポータブルの方が合いますね。日本でいう携帯型はハンドヘルドの方が意味合いとしては近そうだな。それもあってか、少し呼び方に違和感がありましたね。いっそのこと手で持てるサイズの携帯型 PS5 とか作ってみたいよな。現状、マザーボードが大きいため、手で扱えるゲーム機にするのは不可能に近いです。これだけでノートパソコンくらいのサイズになっちゃうもんな。そこでリモートプレイという方法があります。外出先でもゲームができるから便利だよな。多くのデバイスにも対応していて優秀なのですが、欠点として遅延が発生してしまいます。画質やフレームレートの設定を下げれば少しは軽減できるが、それだとゲーム機の性能をフルで発揮できないよな。この遅延は主に通信の経路によるものですね。リモートプレイには主に2つの種類があり、家庭内の場合は、ルーターを経由してスマホなどのデバイスと通信を行うため、ルーターやLANケーブルの性能が影響します。一方、外出先の場合はインターネットを経由するので、さらに経路が長くなります。そこに回線速度も影響してくるから、相当な遅延になりそうだな。それを踏まえると最も理想的なのは、ゲーム機から直接映像を送る方法になりますね。でもそんなことってできるのか？意外と身近なところにあったりします。確かに Wii U のゲームパッドはこの方式だな。そのおかげで遅延を感じず、携帯ゲーム機のように扱うことができています。だがその映像転送に関しては、そう簡単にはできないよな。実はちょうどいいものを秋葉原で入手してきました。なんだこれ。映像を無線で送るトランスミッタです。一体どこでそんなものが、秋葉原最終処分場で2000円でした。ちなみにネットで探しても販売しているページは見当たりません。一般には流通しない代物なのかもな。これが受信機みたいですね。意外にコンパクトだな。手持ちサイズに収められそうです。そして日本語のマニュアルも入っていました。一応日本国内での販売も想定してたのかもな。ネット上にもほとんど情報がないので助かりますね。ということで最後は送信機ですね。こっちは結構大きめだな。このモデルはライトニングケーブル仕様で、中に変換コネクタが入っているみたいです。そして裏面のカバーを外すとバッテリーが出てきます。3500mAh のバッテリーですね。LG 製で保護回路もついてるから、これだけで元が取れそうだな。ちなみに擬滴もついてました。日本国内でも問題なく使えるな。早速電源を挿し、モニターと接続して、電源を入れ、iPad をつなげてみました。ちゃんと映ったな。触った感じ、遅延も感じません。リモートプレイより遅延が少ないといいな。後々詳しく比較していきます。使えることはわかりましたが、このままではゲーム機とつなげられないので、分解していきます。本当に変換コネクタがついてるな。中の基板も外していきます。これで変換コネクタが取れました。Apple 純正なら結構高かった気がするな。裏面の印字を見る感じ、本当に純正かもしれません。だとしたら、これだけで購入額の倍は返ってくるな。いろいろとお得すぎますね。ということで HDMI の端子が出てきたので、ゲーム機につなげられるようになりました。ただ、このままだと基板がぶつかってさせないな。ひとまず延長コネクタを使って、ケーブルを接続できるようにしておきました。そして PS5 と接続し、問題なく使えました。ちなみにここではリモートプレイと遅延を比較しています。見た感じ、同じにも見えるな。試しにスローモーションで撮影してみました。こうやって見るとリモートプレイの方が若干遅延してるな。PS5 はリモートプレイでもほとんど遅延を感じないレベルなので、それより高速なのは優秀ですね。
さらにそのままの出力と比較してみましたが、これだとスローモーションでも遅延を感じませんね。もはや無遅延と言ってもいいレベルだな。最後に、実際にどれだけ遅延しているのかストップウォッチサイトを使って測ってみます。動いている状態だと違いがわからないな。動画を止めてみました。おお、まさか本当に無遅延だとは。もはやケーブルで繋げているのと変わらないですね。ということで映像転送方法の紹介が長くなってしまいましたが、ここから形を考えていきましょう。手で持てるゲーム機の理想は、任天堂スイッチのような、コントローラーと一体型のゲーム機なのですが、今回の場合は、一つに限らず複数のゲーム機で使う予定なので、それぞれコントローラーを変える必要があります。となると理想形はこんな感じだな。これなら着脱できるので、いろいろなコントローラーに対応できますね。ということでまずは回路部分から作っていきます。接続のイメージとしてはこんな感じですね。今はまだ受信機しか揃ってないな。ひとまずディスプレイ部分から取り掛かっていきましょう。今までは、10インチ以上の液晶パネルを使ってきましたが、今回はコントローラーに取り付けるタイプなので、7インチのものを購入しました。任天堂スイッチと同じサイズだな。携帯ゲーム機としては、このあたりのサイズがちょうどいいですね。早速届いたので、開封していきます。1万円するだけあって、梱包がしっかりしてるな。精密機器に関しては、Amazon より丁寧かもしれません。ということで液晶パネルのコントロール基板が出てきました。今回は薄いタイプだな。続けて液晶パネル。すでに液晶パネルにカバーがついてるんだな。作る手間が省けましたね。PS5 と繋げてみました。普通に使えてるな。しかし、トランスミッターを経由すると、なぜか映像が出ません。受信機の LED が点滅してるってことは、液晶パネルを認識してないっぽいな。そこで、その辺にあったスプリッターを間に入れてみました。おお、いけましたね。ついでにスピーカーも繋げて、モバイルバッテリーで動かしてみました。かなり場所は取るが、形にはなってきたな。若干パーツが増えましたが、これでディスプレイ部分は一通り揃いましたね。残るはバッテリーだな。ここは先ほど使ったモバイルバッテリーより小さいものを使います。そして改造するために分解。あとはここに受信機と LCD コントロール基板用のケーブルを接続します。これで一通りのパーツが揃いました。動作確認の前に、スプリッタが場所を取るので分解してしまいます。ついでにケーブルも長いので短く加工します。これで短くなりました。あとはケーブルをそれぞれ接続して、動作確認。かなりコンパクトに収まったな。これで手持ちサイズに収められますね。回路部分が完成したので、次は筐体ですね。今までは、大型のものが中心だったので、アルミ複合板を切り出して筐体を作っていました。何気に手間がかかっていたよな。そこで今回は 3D プリンターで筐体を作ろうと思います。いつの間にそんなものを。5月くらいに購入しました。造形サイズに制限があるため大型のものは作れませんが、思いついたものをそのまま作れるので、とても重宝しています。複雑な形を簡単に作れるのは魅力だよな。ということで早速筐体を CAD で作成し、印刷。これで筐体のパーツが完成。あとはそれぞれにヤスリをかけ、クランプで固定して、接着剤を塗ります。筐体上部が完成。下部のパネルも取り付け、積層痕をなくすために、さらにヤスリがけをしていきます。
これで表面が滑らかになりました。仕上げに塗装をしておきます。ということで筐体が完成しました。既製品みたいなクオリティに仕上がったな。3D プリンターによる恩恵は大きいですね。筐体が完成したので、パーツを組み込んでいきます。まずはトランスミッタの受信機から。受信部を上にして固定します。ちなみにこの上につけたカバーは、印刷に失敗した筐体を再利用しています。続けてスプリッタ。受信機につけたカバーに固定。ついでに入力側の HDMI を受信機に接続します。次は液晶パネルの操作基板。ここで液晶の色や輝度、スピーカーの音量が調節できます。そしてモバイルバッテリーの充電基板。バッテリーの残量を見れるようにするために、インジケーターの LED を延長しています。バッテリーも接続しておきました。最後に左右のスピーカーを取り付けて、下部のパネルへの組み込みは完了です。筐体上部に移ります。まずは液晶パネルのコントロール基板。続けて液晶パネル。両面テープで貼り付けます。そしたらケーブルをコントロール基板に接続。これで筐体上部の組み込みも完了です。あとは LED やスイッチをそれぞれ筐体上部に取り付け、ケーブルを接続して、上部と下部で組み合わせていきます。最後にネジを締めて、本体の完成です。HDMI の延長コネクタが大きく、送信機をケースに入れて使うことができなかったので、新しく HDMI の延長ケーブルを購入。あとはこれを接続して、ケースに穴を開けたら、取り付けることができ、ケースに収められました。これで送信機も完成です。ということで無事に本体が完成したので、各部の紹介をしていきます。まずは本体サイズから。本体サイズは 182×94×30mm で、縦と横の大きさは Nintendo Switch とほぼ同じですね。そう考えるとかなりコンパクトに収まったな。ただ、厚みに関しては2倍近くあります。受信機の厚みを考えると、これが限界だな。続けて本体の重量を測定。425g でした。これも Nintendo Switch とほぼ同じだな。この重さなら、携帯ゲーム機といっても差し支えないですね。ここからは本体の機能を紹介していきます。まずは充電方法から。Type-C とマイクロ B の USB ケーブルで充電できます。そしてモバイルバッテリーの仕様を受け継いでいるので、外部に給電することも可能です。コントローラーとかが充電できるから何気に便利だよな。ちなみにバッテリーは3時間程度持ちます。今までの6分の1のバッテリー容量でこれだけ持つんだな。処理と映像の出力を分離したことで、消費電力を大幅に削減できましたね。また、本体下側にイヤホンジャックがあるので、音の出せない環境でも使用可能です。携帯ゲーム機には必須の機能だな。最後に、PS5 以外のゲーム機と接続できるか試してみました。
様々なゲーム機で試してみましたが、HDMI で接続できるものであれば何でもいけそうですね。これだけ互換性が高ければ、ゲームに限らず色々な用途で使えそうだな。各部の紹介が終わったところで、最後にコントローラーと合体するためのスタンドを作っていきます。まずはコントローラーを押さえるための機構が必要だな。そこで、身近にちょうどいいものがありました。これなら簡単に着脱できて、いろいろなコントローラーで使えそうだな。早速これを参考に設計し、印刷。あとはこれを組み立て、バネを入れます。これでコントローラーを押さえることができます。最後にカバーに接着剤を塗り、貼り付けます。ついでにコントローラーに傷をつけないよう、クッションもつけておきました。その後、本体と固定するためのトルクヒンジも取り付けて、合体する準備をしていましたが、さすがに固定が甘く、外れてしまいました。そこで返しを印刷し、スタンドに接着。これで外れずに固定できるようになりました。あとは本体下側に穴を開け、インサートナットを入れて、合体します。最後にコントローラーを取り付けて、完成です。目指していた形になったな。トルクヒンジもちゃんと機能してくれてます。この状態でしばらくゲームをやってみました。コントローラーとスタンドが増えたことで若干重くはなっていますが、普通に持てますね。過去に無理やりこの形にした携帯型 PS4 と比べたら、圧倒的に軽いよな。コントローラーもミシミシなってたので、いろいろと無理がありましたね。そして PS5 のコントローラーでも問題なく使えました。いろいろなコントローラーに対応させるという目標も達成だな。ということでいかがだったでしょうか。今回は今までのタイプから構造を一新して、ようやく携帯ゲーム機と言える形にできました。リモートプレイとは違った使い方ができるデバイスになったな。それぞれの特徴を比較してみるとこんな感じですね。メリットとデメリットが対になってるな。今回作ったデバイスは体感できる遅延がないというのが一番の利点で、それ以外は基本的にリモートプレイの方が優勢ですね。リモートプレイの手頃さはすごいよな。今後、リモートプレイ専用デバイスも発売されるようなので、そこでどれだけ遅延が短くなるかに期待ですね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。